多くのロボットアニメでは主人公機のそばで仲間の両機が戦っている。機動戦士ガンダムでいうところのガンダムとガンキャノン、ガンタンク等の関係である。そこでここでは当チャンネルで紹介しているロボットアニメの中での仲間の両機たちを紹介させていただきたい。なお、そのすべてを網羅しているわけではございませんのでご了承ください。また、各機体の詳しい解説は当チャンネルのそれぞれの機体解説動画でご確認ください。聖戦士ダンバインよりダーナオ C、ボゾン、ボチューン。主人公のショーザマがダンバインからビルバインへと乗り換えた後は、メインヒロインであるマーベルフローズンがいわゆるショーのお下がりのダンバインへと乗り換える。そのため仲間の両機というとダンバインという印象も強いが、ダンバイン自体が主人公機でもあるため、ここではその他の両機を紹介したい。マーベルが初期に乗ってショーと共に戦っていたオーラバトラーのダーナオ C は、主人公側勢力が独自に開発したオーラバトラー。ダーナオ C のマーベルフローズンだ。善悪の見境もなしにドレイクに手を貸すバカな男。基本オーラバトラーは他のロボットアニメの機体と比べても虫を模したような異質なものが多いが、特にこのダーナオ C の外見は異質で、この機体にマーベルのような美女が乗るという対比が特徴的である。ただし初期に開発されたマシンということから、お世辞にも高性能とは言えなかったため、その後マーベルはラウの国で開発された量産型オーラバトラーのボゾン、そして同じく量産型のボチューンへと乗り換えられ、最後はショーのお下がりのダンバインへと登場する。主人公の両機が固定されている作品が多い中、一緒に戦う仲間がこれだけの機体へと乗り換えていくというのもなかなか珍しいと言えるだろう。銀河漂流バイファムよりネオファム、プランファム。本作品に登場するロボットラウンドバーニアンの一番の特徴は、ワンオフ機は存在せず量産機しか登場しないという点である。主人公のロディ・シャッフルが乗るバイファムも例外ではなく、地球連邦軍で主力機として運用されている機体の一つ。そもそも本作品自体の目的が敵と戦うというものではなく、地球への帰還が目的のため、登場する機体もそのために利用するものでしかない。そのため主人公機となるバイファム以外にも、上官となるジェイナス号に積み込まれていたネオファムや、旅の途中に合流する地球連邦軍艦隊から手に入れたプランファムといった量産機となっている。その中でも両機というと、ロディのそばで戦い続けたバーツライアンの乗るネオファムであろう。ネオファムはバイファムやトランファムよりも旧式の機体で、劇中でも地球連邦軍の運用するネオファムが撃墜される場面が多く見られる。よく量産機のバイファムに乗って敵のエースパイロットと渡り合ったロディの腕前が評価されるが、それ以上の旧式の機体に乗って最後まで戦い続けたバーツの腕は、もしかするとそれ以上なのかもしれない。バーツどうした？バーツ！アタッチメントが丸ごと吹っ飛びやがった！怪我は？俺は平気だ！ネオハムが！重戦機エルガイムよりリザード、ヌーベルリザード。本作品も聖戦士ダンバインと同じように、主人公のダバ・マイロードがエルガイム・マーク2へと乗り換えた後は、ヒロインの一人であるファンネリ・アームが正式にパイロットの一人となり、ダバのお下がりであるエルガイムを譲り受け両機となる。ただし物語初期から前線でダバと共に戦い続けたのはもう一人のヒロインであるガウハレッシー、そして彼女の乗るシンクのディザードであろう。ディザードはいわゆるエルガイムの量産タイプであるが、彼女のノルディザードはいわゆる1号機のため B 級ヘビーメタルでありながら、他のディザードよりも性能は高く A 級ヘビーメタルのエルガイムに匹敵するほど。その後レッシーは一時戦線を離脱し、新型の可変式 A 級ヘビーメタルヌーベルディザードへと乗り換える。ヌーベルディザードの反応係数予想以上、やれる。正直ヌーベルディザードへと乗り換えた後はダバと共に戦うのはアムの乗るエルガイムの方が多くなるため、エルガイムマーク2の両機はエルガイムというイメージの方が強いだろう。
そしてやはりこの作品の印象深いシーンは、最終回でダバが動かなくなったエルガイムマーク2から元の主人公機であるエルガイムへと乗り換えて最後の決着をつけるシーンである。非公開ガリアンよりザウエル・スカーツ。この作品に登場する主人公と共に戦う両機の特徴は、どれも主人公機と呼べるほどの性能、そして外観をしているということである。主人公ジョルディ・ボーダーの乗る伝説の機甲兵であるガリアンに対して、ジルムセン・ランベルの乗るザウエル、そしてドンスラーゼンの乗るスカーツはガリアンに負けないほどの高性能を誇るワンオフ機。そしてもともとザウエルとそのパイロットのランベルは敵勢力であるマーダル軍に所属していた。本作品の主人公のライバルにあたる人物はハイ・シャルタットとその上機ウィンガルであるが、正直ランベルとザウエルの方がジョジョを苦しめていることからも強力なライバルのイメージが強い。我が王子は谷の命運をかけて一騎打ちに臨んだ。相手は機甲兵を操ってはローダン軍随一と謳われる騎士ランベル。王子のガリアンかランベルのザウエルか。そんな強力なザウエルが両機となり、もう一機のスカーツも背面の撤収機と呼ばれる鳥型の飛行機と分離可能という主人公機のようなギミックを持つ両機なのである。正直この3機はあまりに強力で、マーダル軍の機甲兵が束になってかかっても太刀打ちできないほどの強さを誇った。機体色もガリアンの赤、ザウエルの青、そして黄色の入ったスカーツとどこぞの戦隊もののような配色である。もちろん主人公側が機甲兵を数多く手に入れることができないという事情からの少数精鋭というのもあるかもしれないが、これほど軒並み強力な両機が登場する作品は少ないのではないだろうか。青き流星 SPT レーズナーよりベーブル・バルディ。本作品に登場する仲間の乗る両機は前者のガリアンと同じく2機のワンオフ機である。ただし主人公アルバトロナル・エイジアスカの乗るレーズナーに比べると VMAX を搭載していない分、性能は劣り、主人公機のサポート機としての特徴が強い。デビッド・ラザフォードのノルベーブルは小回りの利くバックパックで敵に肉薄し、重装甲高出力の機体を利用した格闘戦を得意とする。ロアン・デミトリッヒのノルバルディは運動性を重視した軽装甲の機体で、レーズナーの支援機として遠距離からの攻撃を得意とした。本作品の前半にあたる第1部は地球への逃避行が目的となっており、いわゆる味方側に SPT と呼ばれる機体は存在しない。そのためエイジが敵勢力であるグラドス軍から盗んできたこの3機で戦うこととなる。はじめは敵であるグラドスからやってきたエイジをいぶかしがる地球人たちが、徐々にエイジのことを認め始め、慣れない SPT に乗ってエイジと共に戦う姿が印象的であった。第2部の最後でエイジの仲間たちは初の量産型地球製 SPT ドールに乗って戦うことになるが、レーズナーの両機といえばやはりこの2機であろう。デビッドに至っては危険を冒してまでグラドス軍に接収されたベーブルを奪還しようとしたほど愛着を持つに至った機体であった。よう、ベーブル、俺だ、デビッドだ、覚えてるか。飛行戦機ドラグナーよりドラグナー2、ドラグナー3。本作品に登場する味方機であるドラグナーシリーズ自体が、主人公ケーン・ワカバの乗るドラグナー1をはじめとする3機のメタルアーマーで構成されている。そのためドラグナー2、ドラグナー3も両機というよりは主人公機の中の1機と言えるのかもしれないが、ここでは両機として紹介させていただきたい。ドラグナーシリーズとも呼ばれる D 兵器は格闘戦を得意とする戦闘型のドラグナー1、そしてタップオセアノの乗る長距離砲撃能力及び後方支援に特化した攻撃型のドラグナー2、さらにはライトニューマンの乗る索敵や電子戦レーダーを担当する偵察型のドラグナー3の3機である。中でも特筆すべきはやはり偵察型のドラグナー3であろう。
これまでのロボット作品の中でもいわゆる電子戦を得意とする設定の機体は存在したが、実際に長距離感知能力や敵コンピューターへのハッキング、ジャミング能力などを発揮してここまで活躍した機体は珍しいと言える。どうなったんだ。ドラグナー3ですよ。妨害電波でミサイルの進路を変えたんです。正直子供の頃はなんてダサい外観で地味な能力のメタルアーマーだと思っていたが、大人になってみるとこれほどかっこよく恐ろしいほどの能力を持った機体であることを実感したという人も多いのではないだろうか。子供の頃にどの機体に乗りたいかと聞かれると、おそらく主人公機であるドラグナー1の取り合いとなるが、それを大人になってやってみると間違いなくドラグナー3の取り合いになることが目に浮かぶ機体である。機動警察パトレーバーよりイングラム2号機、イングラム3号機。本作品は他の作品と違い、ロボットで敵勢力と戦うといった性質の作品ではなく、あくまで警察の一車両が事件へと出動するという設定の作品である。そのため警視庁警備部特化車両2課が同課に所属する3機のレーバーを運用して共に事件へと当たる。なお主人公泉のあの乗るイングラム1号機の両機となる車両は同僚の大田勲の乗る2号機のみで、3号機は基本データ取りの機体のため固定パイロットは存在しない。そしてイングラムの一番の特徴は操縦者のデータを蓄積することで、その操縦者のいわゆる癖が機体に現れることである。これによりノアの乗る1号機は器用な機体へと育ち、小回りや細かい動作、作業を得意とした。それに対し太田の乗る2号機は太田の強引な性格を強く反映しており、射撃や相手をパワーでねじ伏せるような戦術を得意としている。アルフォンスの愛称をつけ我が子のように1号機を可愛がるノアと、レーバーは消耗品と割り切って無茶苦茶な運用をする太田の性格が如実に現れた結果とも言えるかもしれない。1号車どうした。泉、何をグズグズしとる。やだやだやだ、こんなとこから飛んだらアルフォンスが壊れちゃうよ。3号機はデータ取り用の機体で、破損した1号機や2号機の緊急時にパーツが抜き取られることもあった。ただし後に頭部センサーを強化した電子戦特化型の機体として生まれ変わっており、カヌカ・クランシーや南雲忍などが登場し一緒に戦っている。太陽のキバダグラムよりチコビエンテ。そして最後は太陽のキバダグラムである。主人公側の勢力デロイアゲリラのコンバットアーマーは主人公クリンカシムの乗るラグラム以外は存在しない。正確には物語後半になると人民解放軍側に地球連邦軍から奪取した量産機の兵スティなどが登場するが、クリンの仲間である太陽の牙の面々がそれらに登場することはなかった。だがしかしクリンのノルダグラムの傍らで共に戦い、数多くの敵機を撃墜し、時にはダグラムのピンチを救った両機が存在する。それこそが一部ではその超人的な能力から人間コンバットアーマーの呼び声で名高いチコビエンテその人である。その巨体の通りの怪力の持ち主で、ビッグイーガンと呼ばれる大型の蛍光式リニアガンを武器に数多くの敵車両や機体を撃破していく。物語後半で戦闘用ホバークラフトを入手して以降は機動力も手に入れた。某ロボットアニメでは5機の敵機を撃墜すればエースパイロットと呼ばれると言われているが、チコビエンテの撃破数はそれどころではない。実際に確認できるだけでもコンバットアーマー12機以上を撃破、ヘリや戦車に至ってはおそらくそれ以上である。まさに人型兵器と呼ぶにふさわしく、まるで用でも足してくるぜといった軽快なノリで敵機に向かい倒してしまうという恐ろしい人物であった。ロッキー、クリンがやばいぜ、ちょっくら行ってくれ。やっちこう。以上がロボットアニメに登場する主人公と共に戦う両機の詳細である。もちろんここで紹介した機体以外にもその他のロボットアニメ作品には
数多くの仲間の乗る味方機が登場する。他にもこんな魅力的な機体があるよなどをコメント欄で教えていただくと嬉しいです。サブチャンネルではガンダム関連の動画も上げております。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。